こんにちは、アンソニーです。先日ご紹介した小川さんという方のブログで非常に興味深いイベントを発見しました。小川さんは1950年代60年代ですかね、ブルーノートから発売されたオリジナルレコードの、まあ、原版ですね、原版のコレクターとしてもとても有名な方なんです。私が持っているこういうブルーノートのレコードはですね、国内版とか再発版とか呼ばれているんですけれども、要はマスター音源から見ればですね、ひ孫みたいなもんなんですね。で、マスターから作られたオリジナル原版っていうのは、まあそれはそれは音がいいらしいんですよ。で、私は一度も聞いたことがないので実際にはわからないんですけれども、ただですね、その原版っていうのは非常にレアなのでめちゃくちゃ高いんですよ。で、私が持ってるこれですね、まあ、結構有名なものらしいんですけれども、これ2000円で買いました。で、ところがネットを見るとですね、これと同じアルバムが、まあ、原版なんでしょうね、6万8000円で売られてたんですよ。それぐらい違うんですね。なのでアナログレコードを始めるときにですね、オリジナル版だけには手を出すまいともう心に決めてます。もうそれこそ泥沼ですから。で、ただやっぱり聞いてみたいですよね。で、話は戻ってそのイベントなんですけれども、その小川さんが所蔵しているオリジナル原版を、銀座のジャズバーで聴かせてくれるというものなんです。小川隆夫と聞くブルーノートオリジナル10インチ LP というイベントで、銀座のブルーアイズというお店で、開催されます。で、ホームページを拝見するとですね、スピーカーは私が持っているのと同じ、JBL の4343、それからアンプはマッキントッシュという、まあ、定番の組み合わせですよね。で、まあ、私が持っているその4343を、どれぐらいこうポテンシャルが引き出せてないのか、まあ、逆に言うとこうちゃんと出せばですね、どういった音が出るのかっていうのを知るいい機会でもあるので、非常に興味深いなと思っています。で、そんな面白いイベントがですね、ちょうど、福原美穂のゴスペルライブの前日ですね、4月6日の土曜日にあるということで、まあ、せっかく大阪から東京に遊びに行くので、なんかいいのがないかなと思ってたところなので、本当グッドタイミングでした。もう早速申し込みました。はい、ということで、その週末は東京で音楽三昧できそうです。もう本当にね、楽しみです。またここでレポートしたいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは、